どうも皆さんこんにちはこんばんはナッツです本日はワールドウォー z の動画になるんですけども今日はアサルトショットガンの特殊武器と通常カスタムどちらが強いのかということで個人的な意見ではあるんですけども簡単にお話しさせていただこうかなと思っておりますよろしくお願いいたします皆さんは特殊武器の方と通常カスタムの方どちらがお好みでしょうか アサルトショットガンの特殊武器の方にはスキルが一つついているんですけどもそのスキルというのがリロード時にゾンビを押し返すというようなスキルになりますそういったスキルがついている代わりに通常カスタムの最終強化のものと比較しますと性能がやや劣ります威力だったりとか精度反動面で通常カスタムのものよりも劣る形になります ただもともとかなり強力な高火力な武器になりますので多少威力力が落ちてもかなななりり強力な武器になりますそしてどちらが強いのかということで、えー、個人的な意見ではあるんですけども若干なんですが通常カスタムの方が強いというよりは、えー、安定して使いやすいかなと思いますというのもですね、えー、リロード時にゾンビを押し返すという特殊武器の効果なんですけども 結構そのゾンビを押し返す効果範囲が狭いという部分と少しタイミングがずれるとゾンビを押し返せなかったりしますので結構難しいと言いますか不安定な要素を多く含んでいるように感じます。ちょうどこちらの映像でもゾンビをリロード時に押し返している部分になるんですけどもバグなのかもしれないんですけどもたまに密着してリロードしてもゾンビを押し返せないこともありますので。 ちょっと高難易度で試すのが怖かったりしますねそしてやはりアサルトショットガンというと圧倒的な火力と殲滅力になるかなと思うんですけどもそういった火力面だったり使いやすさという部分が大幅にというわけではないんですけども通常カスタムのものと比較するとやや劣ってしまう部分はありますのでそこの部分が個人的にはちょっと気になってしまうかなと思っております。 まあもちろんそのリロード時にゾンビを押し返すという効果に慣れてくると相当強いと思うんですけどもこのスキルに関しましてはなかなか使いこなすのが難しいのかなと思いましてやっぱり通常カスタムの方が安定しているようなところというのはあるのかなと思います特殊武器のスキルは相当強いと思うんですけどねリロード時に生じる隙が相当少なくなりますので 使いこなしたいなぁとは思っているんですけどもまあ、なかなか難易度が高く感じる部分と個人的には若干不安定要素を含んでいるような気がしておりますので基本的には通常カスタムの方が安定かなと思っておりますまあ、火力がねそこまで大幅に落ちてしまっているわけではありませんのでちょっとねどっちを使おうか迷ってしまう部分ではあるんですけども まあ自分の場合は上手にスキルを活用できないので少しでも火力が高い方というようなシンプルな考えではあるんですけどね。特殊武器に関しましてはアサルトショットガンだけではなくどの武器でも通常のカスタムのものと比較しますと結構一長一短という感じになるかなと思いますので難しいですよね結構好みも分かれてくるかと思います。 もしよろしければアサルトショットガンの特殊武器か通常カスタム皆さんのお好みの方を教えていただけると嬉しいですはいということで本日は簡単に解説させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたしますそれではまたバイバイ